さあ、隠しステージということでな。一体どんなステージなんだ。はあ、3体だけど、岩石の巨兵、はあ、3体でオーバーレイモンスターゼルメス。ほら、シャーマンだよ、上級トレーシャーマンってマジで。おお、いや、火力がやばいって。ほお、おお、うわ、疫病妖怪、これでいいだろう。おい、火力がやばいって。ここにいたのね。ほう、冷静になれ、冷静になれ。あの、私が留守の間、ルイーズ、ちょっと冷静に行こう、冷静に。ふう、右ね、アンセル君は右だ。もう一個上の松でひざむきか。ほう、なるほど。確かにこっちはミッドナイトで行けるから、そうだな、それで行くぞ。で、すぐ先、まあ、これ熱さもう下向きでいいかもな、もう。ほう、もう術師の殺意を全開にしていく。みんな、私に続け。狙って。おお、早めにな、ちょっと術師にこっち奪われたくないか。まさき、できる限りやります。おお、火力士にぼちぼちいるか。適当なところでポップカルとかに変えるといいんだ。もうちょっとコストも稼いでほしいという気持ちもあるし。どうぞ。おお、まさきとあれな、逆でもよかった。みんな、私に続け。おお、やばいって。おお、到着。狙って。おお、変なやつは攻撃しているぜ。おお、冷静になるぞ。来たぜ、右足を早めに回収するんだ。おお、回収だ。ここにいたのね。おお、早く逃げた方がいいですよ。おお、まさき。おお、動かないで。術がいるからな、この辺でなんか。おお、ちょっと置いとくか。おお、きっと。おお、回復大丈夫かな。右そんな遠距離来ねえかな。うおお、モンスターカード。はあ。おお。そう、あのキルクの気持ちがばったけど。おお。おお、モンスターカード作業。と。ほう、どうした、カード買って、やともいいかな。ほう、おお、ここで待機してるかな。この辺ちょっと殴れるやつがいいといいかもしれないです。ほう、ほう、ラバゴーレムでもいいかも、大きくもいい。ほう、いや、チコンキは攻撃してくれるから、ほう、チコンキはスライク回復。ほう、あー、効かないね。ほう、敵の進行を食い止める。おお、まさき、できる限り。ルイース、私たちにお任せください。ほう、持たせるんだ。了解。ほう、ほう、ゲス席だよ。まだ左はもう大丈夫なのかな。ほう、チコンキは、だからチコンキは全て抑えていいです。ふん、これならなんとかならんす。ふん、さすがチコンキ。おお。ほう、てか、ここに来るから、ちょっとあの秋より前に置きたかったな。ほう。あ、引っかえ。ほう、効かないね。おお。よし、なんとか持っているぜ。岩石の巨兵。おお、バーストストリーム。ここにいたのね。おお、おお、それ。
だが蓄音機は全て押さえてある。ふん、まだ多分なんとかなる気がするぜ。ほほーん、上級トレッシャー、こいつをどうするかが鍵だ。ふーん、耐えないかな。カード買って、うん、蓄音機の回復もあるから、ふん、耐えるんだ。ほーん、ほーん、耐えるんだ。おー、それか、回復、ほーん、耐えるんだ。ほーん、ほーん、耐えろ。なんか、じゃ、軽く芯が欲しいとこだね。モンスターカード。おお。どうぞ。邪魔しないで。ふう。よし、行けるか。おお。バーバリア。ここにいた。おお。ゴッド反応クラッシュ。おお。ルイス。私たちにお任せください。おお。ミッドナイトデビル。おお。おお。おお、だが。はあ。俺の勝ちだ。だいぶ頑張ったけどね。おお、いけた。何、ストーリー始まるのか。何、遭遇戦やっていくか。編成が固定される。何、あれ、何、なんだ、一体こいつは。ディヒーロダブルガイ、ディヒーロダブルガイ、私のために歌え歌え歌え。ほう、ダブルガイのエフェクト、ディヒーロダブルガイ、カモン、ディヒーロダブルガイ。ってことは次の方でまた。ほう、追跡だー。さあ、真実を明らかにしていく。おお、あい、おほほほほ。チャンスだ。怒ってる。マドロックまで来るぞ。アンセル君の手前に来るまでブロックさせないということで、手前の時にブロックね。では、オッケー。勝利の知らせを待っててくださいね。ルイス。私たちにお任せください。はあ、そろそろ行ける予感がしてきたぜ。バディーラ召喚。はい、おお。
そしてアンツェル君もバニーダッシュ。一体のスキルを使わずブロックせずに進ませる感じ。もうブロックせず。おお。これでいいだろう。おお、ブロックせずにね。おお、まあなるほど。ブロックせずに抱えたままでということか。おお。ブラックフェザー。グラディオブラスト。おお。うん、そろそろ行けるぜ。はあ、昨日も2時ぐらいだったから、ちょっと2時ぐらいまで終わらせて。はあ、序盤のコストがきついね。ちょっと先方2人で稼いでエクスや。ほほう、ほほう、ライフ回復。うん、コスト回復。ほう、スチュワード脱出。ほほう、ブラックフェザー。ほう、手首で戻し。ほう、ラーマに、おーラーマ副師匠は再び墓地に舞い戻る。おーおー、そしてスチームヒーラー。はあ、ミッドナイトを右向きに置きつつ硬直。おお、ババヤ、僕からこの手で戻す。おお、準備完了。モンスターカード、ここです。倒れろ。うん、徹夜お疲れということで。いや、もう今日もね、今日は早めに終わるかなと思っていたが、うん、ステージ2つだけだからね。そんなことはなかったぜ。おお、おお、痛い痛い。おお、だからここは一旦耐えれる。我慢念のために、おお、適当に右の方に差し込む余裕を入れておくぜ。モンスターカード全然耐えれるからね。おお、念のために回復。おお、蓄音機でなんか、うん、蓄音機バースト倒していくっす。おお、ブラックフェザー、ここにつけ。おお、終了し。おお、僕からここにいるからね。おお、まあこれはバニーだ。了解です。おお、救急箱の用意はできています。凍りつけ。あなたのお薬です。おほほ、ください。うわ、各自配置につけ。おお、なんでハイビスカスをちょっと生存させないと。うん、決して俺の勝利はない。うん、ここで殴らせていく。倒れろ。マドロックを遅延するのはよくない。おお、おお、痛い痛いが、おお、なんとなく。おお、でもマドロックをここに遅延させたらいけない。 石で落ちないようにだけ気をつけていく。おお、多分でも大丈夫なんだよな。ブロック要因、どうした。おお、アンセル君のところでマドロックをブロックか。おお、凍りつけ。目を覚ましてください。おお、ブラックフェザー、凍りつけ。おお、面白い。任せて、これでどうだ。終了し、マドロック倒した。キャード勝って。おお、攻撃なんて効かないよ。クリア。おお、倒したけど天気回復な。この辺だったほほほ。おお、よし、ミッドアイドのスキルがいい感じに効いているぜ。ほう、いくぜ。ほう、よし、ってどうした。うーで、カーディ落ちるな。ほう、ほほほ、ほう、ほう、上も大丈夫か。ほう、まだ油断はできないっす。はあ、おお、バーニアというのもバーニアン1号。おお、蓄音機を守ったぞ。あの、攻撃モードに入らせることで、はあ、少しだけなスキルの発動を遅らせるという、うん、高等テクニック。おお、バーストストリーム、ライフ回復。おお、うわー、おお、よし、一体倒した。うん、これで攻撃は半分。
はあ、高等テクニックだって普通はまず考えないだろ。ゴッドハンドクラッシュ。おお、まあだがゴーレムは大丈夫。おお、でも上が抜けられるとまずいな。ブラックフェザー。おお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 、まあ下へカーディン抜けで、おおお、叩くんだ。シャビホーシ。うん、だが抜けると見せかけ実は抜けないんだな、これが。倒れろバーディーだ。うん、物理攻撃、貴様の攻撃力決して、うん、落とせない。ちょっと時間はかかる。うわ、俺の勝ちだ。はあ、ありがとう。うん、完全勝利だ。ライフを回復。ほう、なるほどね。ニシロハト、マゼランということで。なんかいるぞ、なんかいるぞ。ほう、意味不明のモンスター。ほう。はいはい、ここでたっぷり休ませてもらうわ。わかった。ほう、まさか。ほう、敵だったモンスターが心変わりのカード。そして洗脳ブレンコンの、あじめ。ほう、やばい。いやあ。ダブルどんな能力なんだろうね。まあなんか、すげえ強いのはわかるんだが。ファッション、ほう。ほう、なんかダブル強そうだね。なんか欲しくなってきたね。これは運営からのトラップか。あえてな、ほう。こう、プレイ前に使わせることで引きたくさせるということが。ほう、トラップカードだぜ。ほう、ダブルの名前なら、スフィアボム球体次元爆弾とかね、その辺で考えておくかな。爆弾系にはなるように。万能時代グレーマンやから。よし、万能時代グレーマンにしよう、ダブルは。ほう、じゃあ、原神デイリーの時間だ。ほう、ドクターの業務は終わったが、ほんと、旅人ね、仕事が終わってるんでね。